ゲート、石造りの廊下とそこからつながる2つの迷路で構成された空間です8メートルごとに存在する開かれた窓はボイドに通じているため飛び降りたり落ちたりしないように注意してください迷路内には精神的ダメージを与えてくるエンティティが出現しますがこのエンティティは視認できないため回避する方法はありません迷路の先に存在する鍵の部屋から本物の鍵を2本獲得しそれを巨大なゲートに差し込むことでこのレベルを脱出できます